よいしょ。運転港に着いたら往復で買った伊是名フェリーの袋分の払い戻ししないと。部屋じゃなくて伊是名のフェリーだ。あの松園王さんの絵が描いてある。忘れずに払い戻しをしましょう。ええ、払い戻し、払い戻し。人いっぱいいるな。そうか、これも袋にみんな乗るわけか。あれも4便分の人たちですね。え4便分溜まってる人たち。どんだけいるかっていうと、このぐらいです。風が結構冷たいな。あれ違う違う、10何分だったかな。確か1時間ないんですよ。あ、じゃあ厳しいですね、うん、パッキングまで含めるとちょっと厳しいですね、うん、これ15時45分もう45分しかないや。45分で15キロは厳しいですね、パッキング含めてだから。だから16時45分ですね。1時間後か。30分45分、1時間って空いてるとこがあって、たまたまこれ1時間空いてるとこなんだ。高速バスで那覇、あの名護から。あ、じゃあ良いお年を。良いお年を。
今の渡し船一緒に渡ったあのご夫婦の年配のご夫婦の奥さんの方でした。あ、多分車の方はもう移動して始まってるんじゃないですかね。で、入れないかあそこ。いや待てよ、どっから降りるんだったっけ。下にはどれでしたっけ。うん、船尾向こう。なんか油臭い。あったかい。そうですね。そうですね。あとここから一回上がってどうだろう。いやもうどっちしろあのバイクが出るまでは上げることはないですね。うん、はい、どうも。よいしょ。もうすぐ出ますね。
あ、払い戻してから。あ、そうですね。失礼しました。自分で言っといて。そう、それは覚えてた。私は珍しく覚えてた。うん。よいしょ。車多いから気をつけにゃ。表どっちだっけ。そうだな。運転口旅客ターミナル。え、バスあんのか。確かもうないはずだけど。いや、これは自己評価してないからないはずなんですけどね。まあいいや。じゃあ払い戻しをしていきます。やった。あ、そう、中にカメラ持って入ろう。ニューイゼナー。そう、なんか懐かしい。はい、ありがとうございます。はい、あ、来た。これがあのゲスト住まいなんですね。また来て、ありがとうございます。ありがとうございました。ごめんね、のっけ的な。いえ、とんでもないです。またまた。また大丈夫。あ、大丈夫ですか。あの後はじっとしてました。急がない。ありがとうございます。はい、じゃあ。
手数料200円と何ぼかが引かれて2070円返ってきました。伊勢名島行きの袋自転車プラス大人1人。名護まで15キロ。電池持つか。まあ1時間ちょいぐらい持つかな。あ、トイレ行っとこう。こんなテーブル席あったのか。あ、違う、こっちだ。 GPS 加えてる。
こっちの GPS はウエストバンクか、がだよし、バスまであと1時間半。風吹いてるな。向きは北風か、まあまあトータル追い風かな。ちょっと写真しないも撮らなかったな。いい。で急に負荷かけると
さっきの自転車旅行の人と会ったとこですかね。いや多分向こうから来たんですかね。じゃあ我々はその前は、その前じゃないや、運転校に来た時は、いや多分この辺りだったと思いますよ。運転校に下る十字路、これで映るか、映った。寒くなくなってきたって、なんだこの洞窟。あーもったいない。ルートだと別になったけど、直進した方がショートカットですね。はい、ルートだとこっちになってるけど、直進した方がショートカットになるんで、そのまま行きましょう。あ、そうですね。自転車修理。5キロ地点、新春ロードレース。砂鉄ですね、あれは。あれどっち砂鉄だこれ。向こうの方ですね。
山岳ビラ、ヤギ料理、おでん、なかなか登るな。うわっと、ふって、なんか虫が。戻れ。コンビニの入り口に防犯カメラ組み合わせようだと思うんですけど、身長を測るメジャーが書いてあることあるけど、今のなんだ。ふう。あれの向こうですね。そうでしたね、こっちの方だ。今のあの3日前か何あった自転車旅行の人との話です。28日の9時半頃かな。
車通りますね。ええ、3日前は朝方だったからかな、といえば今日昼ごはんのカップ麺買いに行ったスーパーで、地元のお母さんと子供さんがいて、その子供が三枚肉100枚食べたかったのにって言ってた。そんなに食いたいか三枚肉。ああ、本部半島の半島自体全然回らなかったな。トラッキーさんにも泣き陣乗車を見せたかった。まあ行った時は晴れてて朝方だったから余計綺麗だったし、めちゃすんな。あ、ちょっと降ってる。レンズに雨粒ついてるかも。ガベイかな、ガベイかな。あれ背中に入るのか。ゴーヤー、これが羽地内海だったかな。
3日前に向こうの、あれそれが大島かな、大島と書いて大島、あっちが八頭島かな。名護市入り、うん、暑くなりますね、走ってると。今日今年一番の寒さだそうですが、この今年はこの冬一番かな、今のところ。それでも春先装備で十分、でも指切りグローブだし。今目だけ前向いてます。だからホラフキーさんから見たら超流し目くれてるように見えるはず。そうですね、あそこの橋が大島っていうのは小さい島に渡ったとこじゃないかと思います、多分。3日前に大島で昼飯食いました、弁当買ってきて。結構バス来るね。
そうそう、内陸に入る。あのコープのトラックにはノーオスプレイって書いてある。オスプレイ賛成ってわけじゃないけど、オスプレイだけをやり玉にあげるのもなんかおかしいよな。それ基地自体の問題じゃないのかな。が1本出た。乗る予定のバスまであと1時間。まあ楽そうかな。ターミナル着いても30分以上あるはず。あ、逆光だな。 GoPro 映ってなさそう。あのカップルの人たちかな、今のは。顔はよく見えなかったけど。というのが追えるように写真は残しとこう。あとで動画のどこだったか分かんなくなるので。稲田っ子、同意寺の稲田なんだろう、ここ。なんか与那国の名が使われてそう。ガブなんだ、あれ。ガベじゃなくてガブ。
ああ昨日避けた3日前に避けた国道ですね。あとどんぐらいだろう。あと4キロないぐらいかな。パラパラ降ってる。東通りとどの有料道路だ。なんだとなかなか光が差してて綺麗なんですけどね、 GoPro 画面だと多分空真っ白かそれ以外真っ黒。信号ないんですね、ここ。そうか。歩
ど波動信号かな。結構長い距離信号ないのか、横断歩道が。名護市街地道広っ。ネカフェだ。沖縄でネカフェ泊まるのとビジホ泊まるのとだとこの辺りだとあんまり変わらないじゃないかな。私は個人的には古いビジホが好きです。若干広めで、部屋が広めで共同浴場があるのがいい。どうしても個室のシャワーは入り方とか苦手なので、まあ、シャワーで済まされる方がなんていうかな、旅行者としては強いんですけどね。あ、そうか、でもそっちに沖縄のビジネスホテルに共同浴場はなかった。そういえば、
4時になるってことですか。そうですね、まあ30分あれば大丈夫でしょう。あと1、2キロ。あと5分で着いて40分、残りが。500m。着いた。ああ、信号タイミング悪い。
あ、入り口はとりあえずこっちが空いてたと思うんで、逆でしたっけ。到着。沖縄ツーリングの走行はこれで終わりか。本当走らなかったな。しょ。うわっと。じゃあ私はこっちでやろうかな。よし。お疲れさんでした。走行もこれで終わってしまった。はい、走るのはこれで終わっちゃいましたね。よっと。そのぐらい自転車入れとくか。よいしょ。終了。ツイッターで名護バスターミナルで走行終了。さてパッキング。カメラどうしとくかな。ここに置いとこう。あとバッテリーがもうそろそろ切れると思うので、あるかな。うん、残ってない。ここにつないで、ああ、きれいに水が。
ドンクン。充電できてない。ボタン押す忘れ。あれ？あ、抜けてる。これで、あれ？なんで充電できない？そうか。あれ？これじゃないか。ちょっと、今違うな。これどうだ？よし、来た。ちょっと今 GoPro の給電で手間取ってました。ああ、エントカナブ。ああ、そうですね。エンドカナブ締め付けもうちょっと楽にできるようにしてほしいですよね。そうなんですよね。こっち来るときに締め付けが甘かったのか、ね、ウィッと曲がってて、それでディーラーがやられちゃってたみたいなんですよ。
5ミリのアレンジ。このペダル外すのとディレイラー外すのが飛行機輪行対策です。私の場合のこ
行機の時はだいぶ強く締めます。それでも大体歪むんで。あとここにキャリアかぶせるんですけど、かませるんですけど、結構フレームとかスポークに当たって傷がつきそうなんで、これ挟んでます。で、今回から挟むようにしました。ヘルメットを収納するために GoPro 単体しました。よいしょ。で、実際飛行機乗せるときにはヘルメットを中に入れてると割れやすいんで、別に持ち込むんですけど、機内にとりあえずバスリンクのときはこれ入れときます。
多分あんま意味ないんですけど、フォークエンド、フォークエンドがあの袋突き破らないようにちょっとだけガムテープで補強しました。うわ、リンコね、あ、私のキャリアと同じ位置だ。うん、キャリアと同じ考え方だ。あ、そうか、ここはこうやって紐で縛ってるんですね。そうですね。で、多分そうすればこう、うん、ここと、ね、あとここを固定して、あ、こっちも縛ってるんですね。だから飛行機の中でこう横倒しになったとしても、横倒しになった状態を起こしたとしてもこれ、ね、ブランとこう横に落ちてしまうってことがなくなる。あ、それこれ飛行機から出した時ここでチェーン落ちてなかったですか？ね、どこだったかな。大丈夫ですかね。ここいつもよく落ちたんで、あのいつもガムテープでこれ止めるんですよ。相変わらずすごいな。この風で映ったのかな。じゃあとりあえずこれで、あ、袋閉まりきってなくてあれだけど録画終了します。